サイバーネーム BB さんでよろしいんでしょうか。BB 星そして顔文字でニコっていうのがついてますけれどもね。はい、平川さん野島さんこんにちは。こんにちは。野島さんは、うん、姫君の腰入れに出演されますけど、はい、平安時代を舞台にしているお話ですよね。そうですね。役者さんを羨ましいなと思うのは、今回みたいに平安時代だとか、うん、もしくは宇宙進出をしている未来だとか、うん、現実っぽい世界からファンタジーな世界までいろいろな世界で生きているキャラクターを演じることで、うん、役者さん自身もその世界で生きているような感じがするのではと思うからです。お二人は現代と違う世界に生きているキャラクターを演じるとき、役作りみたいな部分でその世界のことをいろいろ考えたりしますか？そういう時の楽しさややりがいってありますか？それからどんな世界観が好きとか、もし自分が今と違う世界に行けるとしたらどんなところがいいかも教えてください。ちなみに私は中世ヨーロッパみたいな世界でゲームみたいにみちみち仲間を見つけて冒険してみたいですこう いっぱい後ろにこう仲間を連れてロールプレイングな感じでロールプレイングな感じ、死んじゃうと棺桶を引きずって歩いていくわけでしょなるほどね。ということでありがとうございます、 BB さん。ありがとうございます。そうですよね、まあ、我々は一応こう演じるというか、うん、それをねお仕事にさせていただいてるわけ で、ね、いろんな舞台とかね、そう、ありえない場所に行ったりするからね、しますね。恐竜時代にしろ宇宙にしろ、そうそうそう、どこにでも行けるし、うん、すごい力を手に入れることもできるしっていうのはあるんですけど、で人じゃないものになることもあるわけじゃないですか、うん、ありますよね我々ね。でも僕の場合少ないんですよ。あれ、ほう、うん、だいたい数々こう人じゃないキャラクターがいる中で唯一人がいますっていう役が大体僕だったり、はい、ああそうなんだ。そうなんですよ、キャラクターじゃないことが多いですね。あのなんだろう、普通に服も着て二本足で歩いてるけど、うん、あの犬のキャラクターたちの世界のお話と か、なんか動物キャラクターの世界のお話とか、そういうのは、うん、だそういう中で唯一人間がいる中で、それでも人間なのが、まあ割合的に圧倒的に多いですね。ああそうなんだ、不思議とか思いながら、なんだろう、僕結構犬的なセリフが合うと自分で勝手に思ってるんですけどね。犬とか猫とか、ね、でも合うと思う犬かな、 犬じゃないか、猫と犬だったら犬かな。あでもどっちなんだろう、なんか猫ののんびりした感じが合うかもしれない。なるほど、じゃあ猫ということで今度猫をやりたいですじゃあサイバーフェイズさんに今言っとくと、ね、猫の役が来るかもしれない。猫役でもそうすると全部語尾にニャーニャーとか、猫気味の腰入れとか、猫気味の腰入れ猫として育てられた人とかね。それ人語喋らないじゃん。にゃーにゃー大変だ、ある意味大変だよ。大変か、にゃーで感情を全部こう表現しなきゃいけない、ね、まあ、基本ですけどね、感情表現がね。そうですね。頑張りますよ。で